こんにちは、朝日です。今ここはクロアチアのロドスニッツァっていう、ロドスニッツァ、はい、なんか珍しい地形の中にある、まあ、港町っていう感じなんですけど、昨日日没だったんでここでキャンプしてましたが、なんか知らんけど今8月なのにみぞれっていうか氷が降ってきたんですよ。それでここにこんな穴が開いちゃってね、もう大変です。大変でした。折りたたみ傘をここに刺して、もう眠たいながらに頑張って戦ってましたけど、はい、全然ぐっすり寝れてません。寝袋とかもびしゃびしゃなんでね、今乾かしてるんですけど、今日はシベニクっていう世界遺産の町に行くのが目的地ですが、多分この町とプリモシュテンっていう町とシベニクっていう3つの町紹介な動画になってると思います。何も起こらなければ。ということでテントガムテープで直して、はい、まずはこのロドスニッツァっていう町から紹介していきます。行ってみましょう。めちゃくちゃちっちゃな村なんですけど、最高に雰囲気いいです。さすがクロアチアやな。地図で見ててね、地形が面白いんで、あ、ここでキャンプしてみようって思ってね、立ち寄ったんですけど大正解です。なんていうんですかね、こう島なんですよ。まあ橋でつながれてる、橋なんかな、あれなんか、まあ道でつながってる離島が中心部です。いやー、いいね。これぐらいの人の加減がちょうどいいです。最高でした。ゴーグルとかないからちゃんと見えてないんですけど、多分めちゃめちゃいっぱいウニおったと思う。あ、あの人マッパやわ。マッパだか。さあ、ロゴスニッツァ出発です。次はプリモシュテンっていうね、クロアチアのモンサンミッシェルと称される村に行きたいと思います。見えてきました。あれがプリモシュテン。もう日没なんで明日撮影すると思うんですけど、めっちゃ楽しみ。それではプリモシュテン散策してみましょう。とりあえずこっち側から行きましょうか。半時計回りかな。わあ、すごい家、古めかしい。
一番高台にある教会です。はい、それじゃあプリモ支店以上です。日本もね、島国なんでこういう場所あるんちゃうかな。ちょっとあんまり詳しく知らないですけど、まあ、ただ確実に言えることは建物の作りとかは全然違いますよね。ヨーロッパの夏も終わりですよ。今日8月27日、気温もねほんの2週間くらい前と比べたら10度ぐらい下がってて、すっかり秋の訪れ、海水浴ももう終わりですね。ということで、今からクロアチアの世界遺産の街ですね、これまた、ここから30キロ北に行くとシベニクっていう場所があって、そこにサイクリングで移動します。映像を挟もうかな思ったんですけど、多分尺的にこの辺で1回動画終わりますね。ご視聴いただいてありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。